今回ご紹介するのは大糸線の南小谷駅です。南小谷駅は長野県北安住郡小谷村にあります。当駅は JR 東日本が管轄する電郭間と JR 西日本が管轄する非電郭間との境界駅であり、在来線では唯一の JR 東日本と JR 西日本との境界駅です。当駅は1935年昭和10年11月29日に国有鉄道大糸南線の信濃森上駅中土駅間開通に伴い一般駅として開業しました。1957年昭和32年8月15日に中土駅小滝駅間が開通して全線開通し、所属路線名を大糸線と改称しました。当駅は JR 東日本長野支社が構内施設を保有し、駅業務等を担当しています。駅舎は2010年平成22年8月に改装されたもので、外側は蔵造り建築をモチーフとした生コ壁となっており、待合室には畳敷きのスペースがあります。 JR 東日本の駅としては直営駅であり、管理駅として白馬大池駅地区に駅を管理しています。駅舎内には JR 東日本が営業する緑の窓口が設置されています。当駅は単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線合計2面3線を有する地上駅で、互いのホームは跨線橋により連絡しています。糸魚川方面約600メートルにある上り城内信号機より北は、西日本旅客鉄道北陸広域鉄道部の管轄下となっており、東日本旅客鉄道と西日本旅客鉄道の境を示す標柱が建てられています。かつては当駅を越えて直通運行される列車の設定もありました。この後3番線に入ります14時43分発糸魚川行きですが、当駅の到着は14時25分でございます。
注意ください。3番線左手方向より伊東に終着列車到着いたします。この列車も折り返し ご視聴ありがとうございました。